誰がどのくらい何に使われるお金を負担するのかについて伺っていきたいと思います。この500円があっという間に1000円になって詐欺感がすごい。もしかして参議院でなんかやましいことでも抱えていて議論が長引くてでも。今日は土曜日です。土曜日の集中審議の開催っていうのは史上初なんじゃないかなと思うんですけど、今回の予算成立については我々も協力するとずっとお伝えをしております。そして自民党や公明党もこだわっていないっていう話もなんとなく昨日流れてきたような気がするんですけれども、岸田総理が断固としてダメだと言ったと、そのようなお話があるんですけれども、審議時間を守らないといけないという前提は総理ないんですか？私がこだわったというご指摘でありますが、予算のこの年度内成立、これは政府全体としても重要な課題だと思いますし、与党としても重要な課題であると認識を共有していると思います。そのために留党を考えましたときに年度内成立をお願いしなければならない、こういった思いは確認をしてきたところであります。大月くれはさん。総理、年度内成立までまだ4週間あります。3月31日までです。そして参議院も多数を占めてますよね。自民党さん、自然成立したいから土曜日に設定したんじゃないですか？自然成立したいからではなくして、年度内成立を確実なものにするために、審議をお願いしたいというふうに申し上げてまいりました。年度内成立が確実になることにおいて、全国の自治体においても予算が成立しない場合を想定した備え等を準備する必要もなくなる、安心して対応を考えることができる、こういった点を考えましてからも考えましても、年度内に成立が確実になることは重要であると申し上げております。私たちは日程闘争をしているんじゃないんです。あと11時間の審議時間をしっかりと確保しなくちゃいけないという思いで言ってるんです。昨日京都卒業式のシーズンなんですよ。総理、私も2人の子供を育てております。うちの子供は卒業式じゃないんですけれども、周りの親御さんたち、子供を育てている方々、役人だってそう、記者さんだってそう、いや昨日卒業式だったんだけど、いやパパもママもいつも来ないからと思ってるから、なんて家族に言われてる方もいらっしゃるらしいんですよね。だったら4日でいいんじゃないかなって思うんですけれども、なんとかなぜか自然成立にこだわる、そして珍しい土曜日の開催をしているのが、私は今の政府自民党の手法なんだなというように感じております。これ私たちがそんな審議をね、審議の日程を妨害しているというのであれば納得いくんですけれども、妨害しているわけじゃないですよね。だって今まで通りの審議時間でしっかりと議論をしましょうと言ってるだけじゃないですか。二つ挙げますよ。自民党の皆さん、しっかり聞いてください。1月、国会が召集されるとき、裏金の問題で刷新本部を開いて通常国会まで、中間取りまとめをしていたから、国会開館が遅れたんじゃないんですか？そして先週、政倫審をスパッとやってたらこうならなかったんですけど、結局総理が出てくるまで、総理が骨を折って開催することがやっと決まったというのが、これは自民党さんの責任なんじゃないんですか？これ自民党は自らの党の疑惑の処理もしきれず、一方的に審議時間、この貴重な11時間という審議時間を打ち切った形です。で、職権だという。打ち切っている形でんですよ。これは今確定申告が行われていて、納税者は納得いきません。これ総理、結局この土曜日開催誰のせいだと思いますか？内閣総理大臣、岸田。私自身としては、あるいは政府としては、この予算のこの年度内成立が重要だということを再三申し上げている次第であります。大月くれはさん。何度も言います。それは自然成立のためです。まだまだ 4週間、議論、参議院でしっかりと議論すればいいじゃないですか。もしかして参議院でなんかやましいことでも抱えていて、議論が長引くてでも思っていらっしゃるんですか？予算の年度内成立を確かなものにすることは重要だと申し上げております。それは自然成立です。まだ4週間あります。何度も言わせていただきます。一つご紹介させていただきます。言ってることとやってることが逆だっていう例を一つ挙げます。2012年、東日本大震災の予算も関連している通常国会、岸田総理は野党の国対委員長でしたね。実は私、与党の国対委員長の
担当の記者をしておりました。その時に私覚えております、岸田国対委員長が2月28日会見をしております。あ、実はこの時2012年、対政府の質疑時間88時間40分を行っておりましたよ。ちなみにこの時に徹底的に暫定予算まで配せた方々で、今議員で残っている方々63人もまだいらっしゃいますからね。でこの時岸田総理会見で何を言ったかと言いますと、記者が質問で職権で対応しようとした時どうするんですかと質問が来ました。そしたら岸田当時国対委員長、強硬なことを行ってくれば基本的に信頼関係が崩れます、国会全体の日程についても考え直さねばならなくなるのではないかと思ってますと言って、3月の8日までこれ引っ張りましたよね。結局総理言ってることとやってること違いませんか。当時の与党も、年度内成立が重要だという点においては変わりはないと思います。その中で国会の与党のやり取りにおいて、審議が決まったと、考えています。野党において、もそういった中で、その審議のこの充実を求めた、これは当然のことであり、その検討の、協議の結果として、今ご指摘のような結果になったと考えます。総理、権力を持ってしまったら人は変わってしまうんですね。非常に残念に思います。結局、政治と金だってそうじゃないですか。こうやって信頼を失っていくんじゃないんですか。これ、財務大臣が納税は議員の判断なんてもおっしゃってましたけど、だから、ハッシュタグ、確定申告ボイコットが SNS で炎上したり、総理が出てこなきゃ、政倫審が開催できない。つまり、そうやって国会の審議がどんどん遅れていったじゃないですか。で聞いてますよ、この政倫審をめぐるいざこざ、あの2日間お笑い芸人みたいに、あ、じゃあ僕出ます、あ、私も出ます、じゃあどうぞみたいになってきたと。これは、いや、そうですよね、自民党にとっては笑えないですよね。そうやって審議時間を、私たちが審議する時間を奪っていったのは自民党さんの中の党内のことなのに、総理、政治責任の決断さえもまだできてないじゃないですか。ですから、あの、例えば今後土曜日に行うことはしない、またはこの69時間という審議時間前例にしないということを約束していただけますか。国会の開会のありようについて私の立場から何か約束するとか、指示を出すということはありえないと思います。国会のことは国会においてご判断いただく当然のことだと思います。今総理が国対委員長に指示していただいたら、昼の国対委員長会談で決めて月曜日に午後やってもいいんですよ。国会のことは国会で、国対委員長経験者なのに非常に残念に思いますが、しっかりとこれからは本質の議論をさせていただきたいと思います。さて、過去最少の出生数をこの日本が更新をしてしまいました。過去最少、これ75万人という衝撃が列島を駆け抜けました。これ厚労省が27日火曜日に公表したものです。日本では1993年、私が生まれた年です、150万人いたんですけれども、その後人口減少、少子化は、子どもの数は減り続け、1994年以来少子化対策に政府を挙げて取り組んでおりますが、ここ40年で半減をしております。総理、8年連続で過去最少です。この危機感いかにお持ちになっていて、本当に打開できると、今回の異次元の少子化対策で打開できると思いますか。令和5年の1年間の出生数75万8631人、過去最少を更新し続けていること、これは強い危機感を持っております。だからこそ2030年代、この少子化がさらに加速する2030年代に入るまでがラストチャンスであるということで、子ども子育て政策の充実、これを訴えさせていただいているところであります。こうしたこの経済的な支援、当然充実させなければいけませんが、合わせてそれを活用する、社会の意識や構造も変えていかなければならない。さらには個別の政策だけではなくして、その世代を通じて、切れ目ない対応が必要であるなど、この3つの理念を重視しながらこの対策を進めていく、この対策の取り組みは重要であると認識をいたします。重要であるとの認識ではございますが、この異次元の少子化対策が、これ異次元の分かりにくさにも実はつながっていると言って、SNS や私、ママさんたちの車座でもですね、非常に分かりにくいと言われております。だからこそ、この共働き世帯が置いてきぼりにならないように、今日は明らかにしていきたいと思います。これ車座でお母さんの1日のスケジュール聞いたところです。要は、これ共働き世帯の方なんですけれども、これ
朝4時から夜9時半まで自分の時間ほぼないのと一緒なんですよ。総理分かりになりますよね。総理の首相動線もね、みんな興味を持って1日の動線見てるとは思うんですけど、実はこうやって光の当たらない普通の家庭のお母さんも1日ものすごい頑張ってるんですよ。これこの方々だけが特別じゃないんです。私の周りの記者さんの仲間だった方々もそうです。役所の方だってそうだと思いますよ。ご主人が単身赴任されてる方も多いと思います。そういった方々も含めて今日働いているという意思を心持ちでですね、質問に答えていただきたいんですけれども、この共働き世帯としてこの迷走を続けること子育て支援金の給付と負担のあり方が極めて不明確なんです。だから今日は誰がどのくらい何に使われるお金を負担するのかについて伺っていきたいと思います。このまずは加速化プランの支援金から伺います。これ子供1人当たり、これ0歳から18歳までの給付拡充額についてなんですけれども、加藤大臣が26日の予算委員会で拡充額146万円と発表しましたが、これ0歳から18歳までの給付が146万円なんじゃないかっていう、むしろ誤った報道が出たりとか SNS でも混乱されている方が多くいらっしゃいます。もしこれ単なる給付だとしたら、単純計算で年約7万円、月計算で約5800円と、これ勘違いしてる方結構多いんですよ。これ拡充と給付だけ。だから総理どうか教えてください。今日の配布資料2のどの項目の中にどれだけ拡充される見通しで、誰がどのぐらいもらえるんですか。これママさんからの質問です。お願いします。支援金制度、これは全世代で、そして全経済主体によって子育て世帯を支える仕組みであります。ですから拠出いただくことによって子育て世帯がどのように受益があるか、これをお示しすることが重要だと考え、そのご指摘の平均146万円ということも一つのこの受益を説明する一つの材料としてお示ししたものであると承知をしています。そしてこの146万円という額、これは支援金の総額を1兆円とした場合に、児童手当や子ども誰でも通園制度など支援金が充てられる給付について、子ども1人あたりで0歳から18歳までの間に受ける平均的な給付拡充の額としてお示しをしたものであると承知をしております。このそしてこの加速化プランは総額 3.6 兆円規模としているわけですが、この支援金が充当される給付の充実に加えて、公費等の活用によってさらなる施策の充実も図る、このようにしているところであります。この支援金の総を充てるこの部分として1人当たり146万円、こういった説明をした、このように承知をしております。多分その説明、自分のお子さんにしても多分で、結局お父さんいくらもらえるのっていう話になっちゃうと思います。みんながだから結局平均してなので、一人一人っていうのはそれぞれ違うっていうことになってきますよね。多い方もいれば少ない方もいるっていうことになりますよね。ということはですね、じゃあちょっと具体的にいきます。この例えばこれは0歳から2歳の3年間では51万円、0歳から2歳までの子供がいらっしゃるところには平均51万円もらえるっていうように加藤大臣も言ってるんですけれども、これこの51万円の内訳なんですけれども、例えば妊婦さんが10万円支給給付されたりとか、子供児童手当が5000円から1万5000円になるので1万円増えますよね。その1万円含めた分が 3年間で36万円増えるので、合計46万円プラス、例えばその通園制度と保険料の免除で51万円になるんですか。何が平均51万なんですか。文雄君、このご指摘の平均51万円の額については、支援金が充てられる給付について、子ども1人当たりで0歳から2歳までの間に受ける平均的な拡充額の合計、これを算出したものであります。具体的に、これ大まかに言えば、妊娠・出産時の10万円給付、0歳から2歳までに対する児童手当の拡充分のほか、子ども誰でも通園制度や育児時短就業給付など、共育てを推進するための経済支援について、これらに要する費用を対象となる0歳から2歳までの人口で割った、このことによって算出した金額であると承知をしています。じゃあもう一つ聞きます。16歳から18歳、高校生ですね、の児童手当が延長されて3年間で約47
27万円もらえるっていうのは、これ児童手当月1万円が3年間で36万円のほか、保険料免除で47万円になるってことですか？これプラス11万円どこから来るんですか？このあとこのデータ何人で割ってこういう根拠が出てきてるんですか？ご指摘の47万円の額については、支援金が当てられる給付について児童手当の高校生年代への延長が行われる16から18歳の3年間の子ども1人当たりの平均的な、まあ、拡充額の合計として、算出したものであります。そして まずは高校生年代への拡充で1ヶ月1万円3年間で36万円の増加のほか、多子加算の対象者への給付の3万円の増を、事業費の規模を、この人数で割ることによって1人当たりに禁したものの積み上げ、こういったものの数字であると認識をしております。今般の児童手当の拡充については、まあ、時代を担う全ての子どもの育ちを支える基本的な経済支援としての位置づけを明確した上で、所得制限を撤廃しつつ高校生年代まで延長し多子加算を拡充する、まあ、こういった取り組みによって、その今申し上げた数字につながっていくと考えております。ありがとうございます。共働き世帯のこれスケジュール見せましたよね。今の説明を夜の9時半以降に総理の答弁こうだったって確認しても結局うちいくらなんだろうって分かんないと思いますよ。誰も分かんない。全然分かんないですよ。じゃあいくらもらえるのかの、いくらこのぐらいじゃもらえるんだから、じゃあこのぐらい負担しなきゃいけないのかの、じゃあ次負担の方に行きましょう。そうだ。いいですか。次この子ども子育ての負担金についていきます。この間総理をはじめとして政府 の説明これ二転三転してるんですよ。そうだ。ご紹介させていただきます。実質的負担増ゼロとこれ去年の12月に言ったんですけれども、その後今年の2月6日月額500円弱となりました。それが2月の21日に月額500円超となって、2月の翌日22日に月額1000円超となりました。そしてその後総理は法案審議までにこの数字の整理を行っているところですと、もう何言ってるかよく分かんないんですよ。そうだ。これで結局いくらかかるんですか？言い方が変わったというご指摘ですが、実質負担ゼロであるということについては、この一貫してご説明をさせていただいております。支援金制度の構築にあたって、まあ、実質的な負担が生じないということについては、この徹底した歳出改革によって、保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で、この支援金の財源をいただく、これが基本であると申し上げてきました。具体的には令和5年6年、両年度の予算編成では歳出改革により医療介護の保険料で合計3300億円、加入者1人当たり、月約150円の軽減効果が生じました。これを令和10年度まで継続すると、保険料負担で約1兆円の軽減、加入者1人当たり、月500円弱の軽減効果が生じるということであります。ですからこの範囲内、すなわち加入者1人当たり月500円弱の支援金に向けての拠出をいただくとしたならば、加入者1人当たりの平均でに見て、負担が生じることにはならない、このように申し上げてきたところであります。その上でこれは今加入者1人当たりの平均でありますので、具体的な拠出額については、加入する医療保険制度、所得の多寡、あるいは世帯単位か個人単位か等によって異なることになります。ただいずれの場合でも、この拠出額が多くなりましたら、基本的に歳出改革に伴う保険料軽減効果、これも合わせて大きくなる、このことは留意しなければならないと考えております。それでもやっぱり1000円を超える負担の方も出てくるということも想定しなくちゃいけないですよね。これ世の中の声をお伝えします。500円があっという間に1000円になって詐欺感がすごい、負担が変わるのは当然としても説明不足すぎる、そして丁寧な説明をなどと常に口にしている岸田総理が一番丁寧に説明できていないと、これが世の中の声なんです。総理、そうだ。ですから結局負担ゼロっていうのも
子育て増税になっちゃってるんですよ。そうだ。ですからこれ中央公聴会で末富先生もおっしゃってました。これ世代別、世帯構成別、そして子どもの年齢別にどういう受益があるのか、これ見える化するこれシステム作ったらいいんじゃないですか。総理、デジタルに力を入れていくとも言っているんですから、一人一人のオーダーメイドの政治作りませんか。内閣総理大臣岸田文雄君。加入するこの保険、医療保険制度、所得の高、そして世帯単位か個人単位によって、拠出額が異なる、これはもうその、今申し上げている通りでありますが、まずポイントは、これ、拠出額が大きい場合は、この基本的に歳出改革に伴う保険料軽減効果も合わせて大きくなる、この点を留意するということであります。ですから平均しますと、この負担増にはならないと申し上げているところでありますし、そしてそれを具体的に一つ一つ示せということでありますが、これは様々な家庭の置き方等について検討する必要があって、今作業を行っておりますが、遅くとも法案審議に間に合う形でお示しをしてまいります。大月紅葉さん。時間が参りましたが、最後に高校生の扶養控除の縮小についても、これやめるべきだとだけ申し上げたいと思います。そして総理、こうやって共働き世帯の方々、子育て世代の方々とぜひ郵便切り減満、嘘ついたらこの後何が続くか分かりますよね。しっかりと約束守ってください。うなずいていただくだけでいいです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。これにて大月さんの質疑は終了いたしました。